2 2ウィンチェスターマグナムリムファイ i 弾、もしくは、22WMR 弾は、アメリカのウィンチェスターリピーティングアームズ社が開発した、22口径の拳銃用弾薬である、ウィンチェスター社によって、同じ駆動車が開発した、22WRF 弾をベースに企画、開発され、1959年に発表となった。 同弾薬と比較すると同じストレートタイプの薬莢を持つがその長さがやや長くなっている。もともとベースとなった 22WRF 弾は人気がなく広く普及せずに製造は打ち切られてしまったがしかし同じ22口径の拳銃用弾薬でも 22LR 弾よりも強力で撃発方式がリムファイア方式ゆえ 安価な弾薬に対する需要が見込めると考えた。ウィンチェスター社は本弾薬の開発に踏み切り、同社の予想通り、拳銃では、マーリン M57、ライフルでは、サベージ M24 を皮切りに本弾薬を使用する、多くの拳銃やライフルが後に設計されることとなった。本弾薬は、ちょい、昇高速弾と呼ばれるタイプで、550、秒速700メートルにもなる初速や、 415から 439J もの威力等、ベースとなった 22WRF 弾や 22LR 弾とは能力的には段違いでストレートタイプの薬莢を持つ22口径の拳銃弾としては最大級の威力を誇る。また、これに加えて低反動で遠距離においても前述の2種類の弾薬よりフラットな弾道を描くと、 精度自体も高いため、前述の性能と相まって、それほど大きくないが、逃げ足の速い外獣に対して有効な狩猟用カートリッジとして、本弾薬は普及したという、ありがとうございます。